結局、我々はですね、あの時にさらされた、まあ、本当にあの米軍によるあの、まあ、圧倒的なもう暴力ですね。無抵抗の市民の上に原発を2発も落とされて、で、あの本当にもう、我々はあの暴力に恐怖したんだと思うんです。で、もう二度と戦争は嫌だというふうに思ったと思うんですけれども、結局その我々はですね、その暴力に今頼って生きているんですよね。あの日米安全保障とか、それから在日米軍、これが日本を守ってると思ってる人が少なくないんですけれども、あの要するに我々を完膚なきまでに叩きのめしたその暴力に今頼って生きているという、これはちょっととても皮肉な状況だと思います。で、まずはですね、そこからもう一度考え直す必要があるっていうふうに私は思ってます。そこが一番の本当に私は肝だと思ってるんですね。憲法、その憲法改正が来年発議がされるという話にもなってます。国民投票が来年あたりあるんじゃないかと。で、まあその憲法改正で、まあそもそも憲法改正問題でよくその話題になる憲法9条ですね。ここからちょっと私はちゃんと認識をですね、我々自身がしなければいけないんだと思うんですよ。その憲法9条、その例えば今自衛隊があることが違憲かどうか、それから在日米軍があることが違憲かどうかということに対しては、まあいろんなその意見があると思うんですけども、基本的に私の考えは、現行の今の憲法9条というのは全文からちゃんと読めばですね、これは明らかに戦力の保持、これは自衛のため、個別とか集団とかいう話ではなくて、そもそも、戦力の保持そのものを私は放棄しているというふうに解釈しています。これ当たり前だと思うんですよ。これ読めば分かります。全文から読めば、これは国語の問題だと思います。前文にはですね、日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意したと。要するに諸国を信頼してそれに、任せると、その信頼で、自分たちの生存安全を保持するというふうに決意したというふうに書いてあるんですね。この前文があっての憲法9条というのは、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると。で、全項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないというふうに、書いてあります。これはですね、そもそも本当にもう周りの国を信頼してそれで生きると、でその代わり武力も持たないし戦争も永久にしないというふうにこれは宣言しているもので要するにこれが自衛権を放棄しているものではないという、これ解釈は基本的には私は後付けだと思ってます。そもそもこれをこの憲法を作った時の状況というのは、まあそれがこの憲法9条がシデハラのアイデアか、アメリカの押し付けかといわゆる、かに関係なくですね、いずれにしても、もし前者シデハラさんの発案だとすると、もうこれをもって、世界の永久に放棄する、それで武力も持たないことによって世界からの信頼を勝ち取るという、そういった意図があったと思いますし、後者の場合は二度と日本が歯向かうことがないようにその牙を抜くという、どちらかにしてもそういう意図があって、で明らかにそれは本当に日本が全く軍隊を持たないという、そういったところからスタートしているはずなんですよね。ですから、でこの憲法が発布された時に日本の国民がそれをもろ手を挙げて、歓迎したというのは、
やはりその時の日本の国民もそういうふうに解釈したからですね、これで二度と戦争しなくて済むということで、それをまあもろ手を挙げて歓迎したと。要するにその当時のこれは合意の内容ですね、その認識として日本がまあ自衛のためとはいえ軍隊を永久に持たず戦争を永久にしないという合意があったというふうに考えるのが私は極めて妥当というか自然だと思います。そこからいろいろ状況が変わったんですね。まず何が変わったかというと朝鮮戦争が始まったということで要するに警察予備隊を作ってそれが自衛隊になったわけですけども、これも結局ですねまあ、日本のこれは要望、日本の国民の要望ではないんです。憲法っていうのは本来、要するに日本国民と日本政府との、契約、約束ですね。だから、どういう、解釈のもとに合意したかということが一番大事なわけです。契約の本質ってそうですよね。お互いどういうふうに納得して合意したかっていうのが、大事で、で、それがちゃんと文書に書かれてる。ちゃんと明文化するっていうのは、それがずれないように。で、もしその、そこに書かれてない解釈が必要なことに関してはちゃんとそれは要するにどの契約でもちゃんと話し合うっていうのが、当然なんですけども、この場合はそうやって合意されたものの解釈がいつの間にか変わってるという。で、変わっていればちゃんとそれを、明確にするために書き直すなり、ということを改めてしなければいけない。ですから例えば警察予備隊から自衛隊に、改組した時にはですね、これは明らかに憲法9条とは矛盾しているから憲法を書き直さなければいけないっていうのは、これはもう当然のことだと思います。で、しかしそれをやらなかったんです。解釈、会見で避けたと。で、これはどういうことかというと、結局その警察予備隊から自衛隊っていうのは結局全部日本国民の、当事者のですね要望ではなかったということですね。要するにアメリカサイドの、これは決定事項だったから、要するに憲法より上の、意思決定主体があったということですね。明確にで、あったから、要するにその決定を、その下にある憲法とか日本国民に覆、その憲法、日本政府、それからその下に日本国民がいますけれども、それに覆させるわけにはいかなかったから解釈で逃げたということですね。この時点でですね、日本国憲法ってもう死んでるんですよ。要するにそれが日本の国の最高法規ではないわけですね。国民と政府の合意、その上には何もないというのが、普通の国です。しかしその上にさらに、アメリカというその、これはアメリカの誰なのかというのは、まあ、米軍、それからその背後にいる、まあ、軍産複合体なのか、ちょっとそれは分かんないですけども、明らかにその上に権力があるという、そこが決めたことが、結局、日本憲法、日本国憲法を、まあ、変える面倒を避けて解釈で変えてきたと。だから、要するに自衛のためだったら持てるという、そういった解釈で、要するに、まあ、その、朝鮮戦争、それからベトナム、その後ベトナム戦争もありましたけど、要するに、当初はその反共の、反共産主義の防波堤として、日本を、再軍備しなければいけないという、そういった、アメリカの考えのもとに行われてきたという。で、そしてその憲法の上の存在があるということは、その後の例えば砂川裁判でも分かります。結局日本の最高裁がこれは高度に政治的な案件であるということで、判断を避けてるわけですね。で、当然、まあ、後になってその文書が出てきて、最高裁の長官が、まあ、在日、要するにアメリカ大使館に呼ばれて、マッカーサー2世かなんかに呼ばれて、で、話をされてるというか、要するに、日本の、三権分立、それから、憲法、そのさらに上の、アメリカに、言われるがままに、そういう判断を下しているということは、結局この国って前回も言いましたけども独立してないんですね。要するに日本の中に在日米軍とか、まあ、要するにアメリカの領土が あるとように思われるかもしれないですけど、逆ですね。要するにアメリカの領土の中に日本人が
我々の、ルールで生きられる場所が、まあ圧倒的にそっちの方が広いのは広いんですけど、許されているという状況ですね。だから本当に、もう憲法改正議論なんてはっきり言って、この状況では全く僕は無意味だと思ってます。